アンリ・ビバは、フランスの画家である。写実的な風景画で知られる。バルビゾン派の画家の一人とされることもある。パリで生まれた。父親のシャルル・ビバは、ミュルーズ生まれのデザイナーで壁紙の会社を経営した人物で、弟のポール・ビバも画家になった。パリのエコール・デ・ボザールでアレクサンドル・ノザールやレオン・タンツに学んだ。私立美術学校のアカデミー・ジュリアンでも学び、ウィリアム・アドルフ・ボグロー、ジャン・ジョセフ・バンジャマン・コンスタン、ジュール・ジョゼフ・ルフェーブルに学んだ。1870年代時からサロン・ド・パリに出展し、1900年からはフランス芸術家協会展やサロン・ド・イベールに出展した。1900年のパリ万国博覧会の展覧会で銅メダルを受賞した。生物画や風景画を描き、19世紀末に流行した絵はがきの原画に多く採用された。1900年にレジオンドヌール勲章を受勲した。ありがとうございます。